国鉄スニ4029国鉄スユ441国鉄スニ4 0系客車は日本国有鉄道が1968年から製作したパレット輸送用の客車である同一構造の郵便車であるスユ44型並びに車掌室などの付加設備を持つ同型車のスニ4 1お及び 派生形式の二貨物兼用車である脇8000系、和サフ8000型についても、本校にて記述する。従来より一個単位で、仕分け、二役作業を行ってきた、鉄道小荷物輸送について、諸作業の効率化を目的とした、近代化計画の一環として開発された車両である。主要駅への自動仕分け装置導入など、地上設備の改善計画と、並行し、 車両面での改善施策として、積み下ろしの作業負荷を軽減させる、パレット2役に対応させる目的で開発された、車両群である。1968年10月国鉄ダイヤ改正の、パレット2役開始と共に運用を開始した。翌1969年には、一般荷物室と車掌室を付加した、スニ41型が製作された。 いずれの形式とも客車に類別されるが、スユ44型同様、車体構造は高速化車を基本としたもので、側面総開き構造、平床構造など、パレット荷役に最適化された構造である。小荷物取扱量の多い幹線系の荷物列車に多用され、荷役の迅速化、小荷物輸送のパレチゼーション推進に寄与した。 夜行の急行列車に並結する運用も存在した。1986年11月のダイヤ改正で荷物輸送が廃止されたため、両形式とも用途を喪失した。1987年4月の JR 以降までに全車が廃車され、JR に承継された車両はない。本節では両形式に共通の仕様について記述し、形式固有の仕様については、 後設にて記述する。高速有害化車脇1万型を基本とした設計で、浅い三角屋根及びつま板は、ワム8万経過車などにも類似する、プレス加工鋼板製である。側面は、アルミ合金版のプレス加工品を用いた側扉を、片側に4枚設け、側面すべてを扉として開閉可能とした、総開き構造である。車体の強度を保持するため、 側面には屋根を支える補強材を設けたほか、大枠中量は中央部分の高さを増した漁服構造としている。室内の換気用として屋根状にガーランド型通風機を4機設置する。外部塗色は側扉ビラブがクリアーラッカー仕上げのみの金属地肌、屋根、つま面を青15号としている。室内はパレットを固定する脱着式の横棒が設置され、 天井には作業灯を設ける。車輪付きパレットの積み下ろしを容易にするため、床面は従来荷物車のスノコ様構造を廃止、平床とされた。職員の乗務を前提としない、使用のため、列車暖房装置は、車両間を引き通す、蒸気主管のみを装備し、荷物室内への暖房供給は行わない。一部には、 電気暖房用の配線を併設した車両があり、東北、北陸地区を経由する運用に用いられた。長期暖房のみ、設置の車両においても、後年の転用に伴い電気暖房併設改造を施した車両が一部に存在した。電気暖房併設車両は、申請、改造のいずれも、原番号2000の車両番号を付して区別する。台車は高速貨車に用いられる。 空気バネ台車の TR203 型を用いるが、ブレーキ装置は電磁弁を用いない CL 方式自動ブレーキとされ、最高速度は時速 95km である。連結機も一般の客貨車と同様の波形自動連結機を用いる。1968年から1969年に41両が新潟鉄工所で製作された。全室を パレット搭載室とした形式で、積載能力は B 型パレット24個である。車体は脇1万型と基本構造を同じくするが、全長は脇1万型より8 5 0ト、mm、ル長い1万6 7 0 0トル自長は23.0トンである。つま面は、前後ともプレス加工鋼板を用い、貫通扉は設けられず隣車との往来はできない。 留置ブレーキは、有害化車と同一の仕様で、足踏み式のブレーキテコ、作業員用のステップや手すりを車体側面に設ける。前期製造車と後期製造車で、連結面が異なり、前期車では、ジャンパ線の設置が、連結器を挟んで、片側がつま板を貫通、反対側が床下設置となり、所属名板、製造名板も連結器の左右に振り分けて、 取り付けられているのに対し、後期車では、ジャンパ船の設置が、両側とも爪板を貫通し、名板画も題材にまとめられて、爪板に設置されている。1969年に13両が、新潟鉄工所で製作された。巣に40型に、一般小荷物室、車掌室、緩急設備を付加した形式で、設備付加のため全長は巣に40型より1700。 ミリメートル延長された18,400ミ、mm、リメートル、自長は26.4トンである。積載能力は B 型パレット18個一般化室にトンである。パレット過室部には、総開き式の側扉を片側3枚設け、一般化室のある車端部には900ミリメートル幅の 片開き、式荷物扉と六百九扉と 690mm 幅の乗務員室扉を呼び、側窓を設ける。パレット過失側のつま面は巣に40型と同一のプレス加工鋼板であるが、一般過失、車掌室側のつま面はプレス加工のない平板で、中央上部に広方監視窓を設け、一部の車両では中央下部にくぐり戸を設置する改造がなされた。 外部図書区は、パレット加湿部の総開き扉が、クリアーラッカー仕上げの金属地肌で、他の部位は青15号である。一般加湿部には貴重品質、車掌室、便所を併設する。車掌弁、手ブレーキなどの換急設備を備え、前後のつま面には、左右1等ずつの標識等を設ける。トーカルの電源として、車軸発電機と鉛蓄電池を搭載する。 スに40型と異なり、暖房は引き通すのみではなく、乗務員室内に供給される。蒸気暖房のみ、設置のスに411スに419は1978年までに、順次電気暖房併設改造を行い、車両番号をスに412001スに412009に変更している。スに40蛍光器製造車と同一設計のパレット。 二役対応郵便車で、1971年から1978年に12両が、新潟鉄工所、富士重工業、日本車両製造、川崎重工業で製作された、郵政省所有の私有客車。EF65 系電気機関車が経営する急行、発行だ機関車の G241 型を連結する1968年10月ダイヤ改正で、 小荷物輸送の近代化が実施に移され、汐留駅など大規模な駅への自動仕分け装置導入、拠点駅の未停車し所要時間を短縮した、急行荷物列車の新設とともに小荷物のパレット輸送が開始された。スニ40型は、同改正実施とともに運用を開始し、東海道、山陽本線系統をはじめとする幹線系の荷物列車及び、 感染系統に係争される区間を主として使用された。翌年にはすに41型が製作され、使用を開始した。本形式は小荷物輸送の二役効率向上に成果を示したが、間もなく、車体設計のみならず車両運用をも、貨車と共通化する方針が具体化した。これは、荷物車による小荷物輸送と、有害車による、 通運業者を、主とする、小口混載貨物とに兼用できる、二貨物兼用車は木8000系、和サフ8000型として完成し、以降の増備はこれら兼用車に移行して、本形式の製作は終了した。荷物列車のみならず、一部には、特急列車や、急行列車に並結され、新聞、雑誌輸送などに使用される運用も存在した。定期運用のあった、誘導列車は、 以下の通りである。これらの急行平結運用は特急化や列車、そのものの廃止などで順次終了し、引き続き、各線区の荷物列車で、マニ50型や、マニ44型などと共に使用されてきた。昭和59年ダイヤ改正で、有害者としての使用が終了したため、引き続き荷物車として使用されたものの、翌々年のダイヤ改正で、小荷物輸送が、 全面廃止されると、他の荷物車、郵便車及び有害者と同様に用途がなくなり、1987年4月の JR 以降までに全車が廃車され、形式消滅している。国鉄須に41軽客車に関するカテゴリー、国鉄水 U44 型客車に関するカテゴリー、国鉄脇8000系下車に関するカテゴリー、国鉄ワサフ8000系下車に関するカテゴリー、 ありがとうございます。